はい、キャプテン工事です。こんばんは。ただいまの時刻は、2019年、7月の19日、夜の8時10分を過ぎました。今日はね、金曜日、花金ですね。そして、またね、いろいろやっております。今日はね、僕のね、ラジコンカー、エンジンのラジコンカーの2代目のね、セカンドカーのね、セカンドカーというか、1代目やね。一番最初に初めて、タミヤのね、TGS、XB ね、もうできてるやつをね、買ったんですけども、エンジンカーでね、値段がね、2万、もう3万近くしましたね。2万7000か8000だったと思いますけども、それを2005年頃、5年の夏ですね、兄弟3人でね、男3人でね、走らせていたんですけども、しばらくね、やめておりました。なぜだかわかりませんけども、ねちょっとね、分解したりしてね、崩したりしてね、メカを取ったりして、してる間に、また組み立てるのがね、めんどくさくなったんで、分解して、そう、2階のね、物置に、保管しておりましたけどもね、2階の裏部屋でね、そんなこんなで、またね、倉庫に持って行って、まとめてね、整理しているうちにまたやりたくなったので、ラジコンを始めた次第です。そして今日の動画は、また14年ぶりにね、無事にね、動くことができました。ちょっとね、不具合もありましたけどね、無事に治りましたんで、またね、明日ね、路面がね、晴れてれば走らせてみようかなって思ってます。はい、それではね、今日もね、ヤフオクのね、終了時間が近づいておりますので、僕がね、ウォッチしてるヤフオクの、電動カーウォッチしてるんですけど、電動カーね、ラジコンカーね、ウォッチしてるんですけども、それをちょっと見ていきましょう。まずはこれから、1番目から見ていきましょう。今日のやつね。ささーっと見ていきますね、今日はね。タミヤラジコン、シルビア、TT-01D。ということで、タミヤのドリフト仕様のね、TT-01 のドリフト仕様のやつが今売られておりまして、あと残り時間1時間で8250円。まずの、シルビアはかっこいいですね。日産シルビアと TT-01 のね、これは無改造で、モーターにヒートシンクがついてる。そしてスポーツチューンモーターになっておりますね。これが今現在8250円なんで、動作は走らせることがなくなったということで、動作はできる、動くのは動くんではないかと思いますけれども、これもまあ分かりませんけども、まあバッテリー4付きですが状態を不明、アウト側に取り付けられていますし、ちょっとね分かりませんけどもね、まあこの値段ではいいのではないかと思いますね。で、評価の方も 99.4%、505件でね、4% ということで、あと回答、質問がありまして、質問をちょっと見てみましょう。箱のサイズはどれぐらいですか？発送予定ですか？編集遅くない。今仮組みしておく。100サイズギリギリです。今の状態で速攻可能でしょうか？メカバッテリー充電器付属してますので、すぐに速攻は可能だと思います。ただバッテリーに関しましては、あくまでもおまけ程度だということですね。速攻は可能ということですね。
一つだけ追記、プロポ用の炭酸電池4本だけは楽車で用意してください。ということで、炭酸電池が4本ということは今時のプロポということになります。はい、いろいろ、まあ黒猫やると1219円とかね、書いてますけどもね、これはなかなかね、いいのではないかと思います。あ、シルビアね、かっこいいですね。だから上がるとしたら1万5000円ぐらいでしょうかね。新車価格まで上がらないと思いますんでね、これの新車価格やったら1万8000、9000するんで、そこまでは上がらないと思いますんで、まあ1万、よく上がっても1万5000ぐらいだと思います。はい、次行きましょうか。次行きますね。タミヤパジェロ。あ、これはね、朝ね、ちょっと紹介したと思いますけども、これは不具合がありますので、デフ周りがね、不具合があるということで、タイヤが回らないということでね、不具合あるということで、ね、ディスプレイだったらいいのかなという感じですので、もうこれ以上は値段は上がらないと思います。はい、5000円ぐらいね、価格はね、落札価格、また後でよく見てみますけど。でタミヤホーネットね、はい、これもね、ちょっとね、走り込んでるような感じですが、まあメカ類が手に入るんで、アンプとね、サーボとプロポが手に入るので、まあこの値段であれば、まあ車体もね、ついてくるんで、動作可能やったかな、これ。あ、これはちょっとわからないね。動くかどうかわからないけども、まあ初心者というよりもビギナーがね、ビギナーというよりも、中級者以上の人がね、ちょっと買ってね、部品取りとかね、するのにはいいのではないかと思います。今時のタミヤのね、あれがついてまして、バッテリーもついてますし、うん、いいと思いますね。まあ値段的にはもう落ち着くかなと。もう少し上がるかもしれないなと。入札はあんまり来てないですけどね。だからまあ5000円ちょっと超えるぐらいかなと思います。はい、次行きましょう。そしてですね、ホーネットの次は、あ、これ TT01 オプション。ね、これ今オプションがついて、TT01 の、オプションがついてますね。これはね、1万近く上がってもおかしくない感じですよね。ダンパー、そうやってセンターのカーボンのね、センター、なんとか、ステアリングのサーボのね、アルミ、そしてリアのスタビライダー、これだけついてるんで、まあ、この値段で落札できればお買い得だと思います。6000円プラス送料が1500円として7500円でね。だけども終了間際になってわからないけども、1万ぐらいまで上がる可能性もありますが、今入札が1人ですので、まあ1時間前ぐらいになったら、どくどく入札が入ってくるのではないかと思います。これはおすすめだと思います。TT01 はね、もうほんと、定番のね、ラジコンカーですので、僕も持ってまして、これはおすすめですね。もう値段が8000円ぐらいだったら、もう買ったらいいかなと思います。はい、次行きましょう。次はですね、TT01、ランドマックス、アルファロメオ。44件入札、あと2時間で14500円。ああ、これはもう結構人気がありますよね。これはですね、なぜ人気があるかって言ったら、エンジンですね。エンジンの8分の1スケールですので、実際、新車で買ったら、6万とか8万とかするのではないでしょうか。そしてね、エンジンの方を見てみますと、こんな感じでごついですね、エンジンがね。20何本のね、エンジン、OS のね、
ああ、これはちょっと人気が出るのは、ちょっとね、車体はね、走り込んでるような感じですけども、メカロイと8分の1のね、これやったらまあ2万5千とかね、3万出しても買うかな。ダンパーもいいものがついてますし、ダンパーは、まあ、8分の1やからね、結構お金がかかってると思います。で、14,500円で2時間ということで、これがね、2万円以内で買えればね、すごくね、お買い得感があってね、いいと思います。はい、僕は、おすすめですね。2万円以内であれば、まあ、3万は出せないかな、この汚れですので、ね、汚れてますし、使用感がありますしね。まあ2万円から2万5千の間だろうと思います。中級者向け、上級者向けですね。はい、次行きます。次、タミヤファイターバギー、未走行ですね。この件に関しましては、3,800円です。ね。で、今、8人入札。ファイターバギーってどんなバギーか知りませんけれども、まあ、10分の1スケールのバギーですね、これね。後ろにプロポが映ってますんで、結構大きいですよね。これ、未使用未走行で、今のところ3,800円ということなんですけども、どうして、ちょっと車体見てみますと、未使用ですね、多分。そして、メカもついてますし、それで、3,800円。ちょっとわけがわかりませんけれども、この車体自体は安いもの、新品でも安いのかな？どうかわかりませんが、これはちょっと買い得、お買い得ではないかと思いますが、ちょっと詳しく後で調べてみますけれども、ファイターバギーというやつですね。これなんか面白そうなんで、入札してもいいかもしれません。この値段でね。未走行プロポコメーカー付き、以前オークションでバッテリーだけあれば走らせられるものを落札して、手つかずのまま保管しても、画像にあります通り、未走行ですので、きれいな状態で、未使用のステッカーもついてました。あとはバッテリーで電池を用意いただければ。ということで、メカがついてるって、この値段、着払い。着払いは、ちょっと待ってよ。着払いは、送料未定か。ゆうパック着払いですね。三重県、ゆうパック着払いなんで、まあ、だいぶ取られたとしても2000円ぐらいですので、今5,800円で買うなら、これは買い、いいですね。ちょっと買い手の方を見てみましょう。質問の方を見てみると、ゆうパック発送とのことですが、局止めの発送をお願いできますか？オークション終了まで時間が少ないんですかね？可能であればご回答お願いします。ご質問ありがとうございます。はい、可能です。局止め OK ということですね。これはいいですね。入札件数はありますので、上がる可能性はあります。1万、未使用ですので、1万円程度は上がるかもしれません。未使用未組み立てで、540モーター。これは結構いいですね。安ければ、安くはないと思いますが、まあ、これは上がると思います。はい。以上です。これもおすすめです。安ければね、狙ってみてくださいということで、はい。次いきます。次は、ファイターバギーの次が、狭小バギー、シャーシ。さあ、ガンガンいきますね。これはね、業者さんが売ってる商品になります。そして、車体のみ。これはね、狭小のバギー、車体ジャンクということで、モーターもブラシレスですね。3本線なので、ブラシレスがついてるのかなと思いますし、ちょっと使用感はありますが、
ヨコモのね、あのブラッシュレスモーターですね。で、6000、今8000円か。送料入れて、7600円ですので、これはいいかもしれません。動作確認は、出品は1セットです。キット組み立て品です。写真に写ってるものだけになります。使用済みで、状態は悪く、傷汚れはございます。プロポバッテリーなどは付属してます。動作、まあ、バッテリーをつなげて通電のみ確認いたしました。あーはーはー。あと動作はするということですね。はいはいはい。ということでね、まあこのブラシレスモーターと、アンプと、そしてサーボがついてるんで、あとはあのね、電池とあのプロポがあれば動くということで、あとね、あのボディがね、あのないので、あの シャーシのみ車体のみですのでね、そこのところも加味してね、入札すればいいのかと思います。これは結構あの走りそうな感じですね。はい、以上です。まあこの値段であれば面白いので、ちょっと買ってみるかみたいな感じでいいのではないでしょうか。はい、これはあのちょっとあの面白そうなんで釣り上がりそうな気もします。次、強襲バギー、シャーシのみ、タミヤラジコンエアロアバンテですね。これ4300円になってますけども、これ着払いで、送料の方法、今14人入札で人気ありますね。U パック着払いということです。それでエアロアバンテのシャーシーということですが、この値段でもう出来上がってるみたいですね。出来上がってますね。あとはメカを乗して、シャーシーのメカ、はい、いいですね。あ、これはいいですね。これはこれ欲しいな。うん、これはいいと思います。この状態であればね。なんでこんなに安いんやろ。見組み立てが5300なんぼでアバンテが出ていますね。組み立てなし、タミヤホーネット3100円が出ていますね。はい、説明見てみますと、タミヤのエアロアバンテです。シャーシー裏に速攻傷がありますが、土汚れはなく、メカ搭載すればまだまだ遊べると思います。部品取りとか走行用にどうぞ。うん、これはおすすめかと思います。かっこいいね。かっこいいので、ちょっとあの落札対象ですね。これはね、新品でね。どっかおかしいところあるんかな、これ。わかりませんけども、タミヤですのでね。うん、これはいいのではない。結構走ってますね。でもね、土汚れはなくとか言ってますけれども、シャーシがね、ちょっと汚いんでね、結構走ってるような雰囲気がしますが、ああ、モーターは、スポーツチューンじゃなくて普通の540モーターですね。ちょっとどっかおかしいところがあるんか、この値段ですのでね、わかりませんが、質問はしてないですね。まあ、走るということなので問題ないと思いますんで、これちょっとチェックですね。チェック、要チェックですね。今のままやったら あれやからね。これチェックです。はい、次いきます。エアロアバンテプロポシャーシーのみ。次、タミヤの10分の1 XB グラベルバウンド、これはね9950円で、今22人、あと3時間で、これはちょっと買い得、お買い得かなと思いますが、XB ですね。あの組み立て済みのプロポもついてるし、買うならこっちの方を買った方がいいかなと思います。うん、グラゲルバンド欲しいね。欲しいけど、まあうん、これはいいと思いますよ。説明、未使用未速攻です。箱に若干のへこみがありますので、画像をご覧ください。箱にへこみがある。
購入後5年ほど保管しています。ということはほとんどね、もう使われてない、購入してからね、もう全く使ってないということですので、いいのではない。プロポチャージャーバッテリー付き、あ、これはいいな、これはお買い得ですね。ちょっとね、これも入札対象ですね。はい、次行きましょう。疲れた。はい、次、グラベルバウンドの次は、まだありますね。あと2つやね。ラジコンリモコン4駆。ドリフトレーシング。あ、これはね、もう業者さんがね、出してるやつでね。中華製のやつかな？わかりませんけども。出品者さんオリジナルのね、これはサイズがどうなったんだろう。サイズはこれは分かりませんけど、いっぺん買ってみないと分からない。こういうやつはね、いっぱい出てますんで、サイズ28の11の 7.5 ということで、16分の1スケールかもしれませんね。最高速は39キロということです。はい、これはちょっと分かりませんので、これはどうとも言えません。はい、次、次はね、最後になりました。本日最後、レーシングバギーアバンテ、あー、また出ましたね。8900円、アバンテですね。これは見組み立てフルベアリング仕様で、あ、これもいいね。これもちょっと組み立ては自分でやらんといけんけども、なかなかいいと思います。僕はね、説明書、進化した読み方、伝説の走り、なんか説明が長いな。これは業者さんですね。 あメーカーホームページをコピーしましたか。ちょっといろいろ後で見てみましょう。黒猫ヤマト着払い、なんで着払いなんだろうね。着払いというのがちょっと引っかかりますが、新品、匿名配送やないな。ちょっとわかりませんけどもね、結構ね、これすごくいい上級者向けのね、バギーになりますんでね、こういうのを一回欲しいなと思ってはおります。はい、上級者向けのね、バギー、こういうのが欲しいんで、ちょっとね検討します。はい、以上になります。特にね、言うことはありませんけども、まあ1円出品で、ね、どんどん値段が上がると思いますのでね、こういうやつはね、お買い得というか、落札はちょっと難しいかもしれませんね。人気車種ですのでね、 上級者もやけどね。はい、そんな感じでね、また今日もね、終了までね、ヤフオクを楽しみたいと思います。そしてね、またね、この土日、週末ね、また新しいのが出てきてますので、どんどん見ていきましょう。そしてね、気に入った商品が見つかったら、こうやってね、その他星マークをね、クリックすれば、クリックすれば赤くなります。こういうやつね、灰色の星マークをクリックすれば黄色になって、ね、黄色になりますので、ポチポチ気に入った良さげな商品があればね、黄色にしていって、こんな風に、ウォッチリストにどんどん溜まってきますのでね、溜まったら終了に近い分から、ね、残り時間の短いものから上に順番に並んでいくんで、あとはそれをね、見ていくという楽しみ方もありますので、楽しみましょう。はい、そういうわけでね、またね、
動きがありましたらご連絡いたします。それではちょっとね、長くなりましたけども、この辺で動画を締めたいと思います。この動画が面白ければチャンネル登録、高評価、コメントをお待ちしております。そしてね、明日土日週末、またね7月楽しんでね、まだね梅雨は明けていませんけれども、楽しみましょう。はい、それでは、失礼いたします。ありがとうございました。